暑い。めっちゃ暑い。私は無事だ。弊社入れます。だから今日は、缶詰飯で食べたいと思います。これはね、白飯。白米が約2合入ってます。ね。白飯。これね、実は20年前のものなんですよ。大丈夫なのかな。はい、今日は野外飯です。缶詰の白飯、これには2合ぶち込まれています。マグロ味付け、これマスの野菜に、たくあん。中見せなかったね。これマスの野菜にね、うまそうでしょ。これはマグロにつけ、いい匂いする。白飯、これ実は全部ね、20年前のものなんですよ。まあ食べてみよう。まずくない。マグロにしてなんだこれ。まさに20年前よ。20年前からあったのとは思えないぐらいですね。これマスの野菜でね、これうまい。
麺食べにくいな、圧縮しちゃうからな。100回でもちゃんと味付けしちゃうわ、うまい。店で見つけたんだけど、冷凍物でそんな少ないのに2000円するんですけどね、2700円か、そんなもん。私はね、この間食べましたから。もう、田んぼの上も開封するから、
新米を食べたいね。なかなか飲み干せない。このもち米か非常に粘度がある米で、香りがいいんですね。今年も海に行けなかったなぁ。海水浴とかね、そういう行きたかったけど、なかなか機会がなくて。このね、20年前の缶詰を食べようと思ったのは、昔読んだ本でね、昭和11年か10年頃に明治38年の缶詰を食べたっていう記憶があって、どうもなかったって言ってるんで、じゃあ俺も元々持ってるしね、別見ようと思ったんですよ。
冷え汁しかし、これぞ男の乳房飯だね。圧縮されてるし、乳房も入ってるし、これは食べ応えがある。ちょっとご飯粒残しますけど、圧縮なんで、これじゃないですよね。まあ、完食ということで。まずは秋の日差しを浴びながら食べる缶詰飯。最高にうまかったです。わ、忘れてた。あれだ。ガベーいいですか、これで。うん、もうすぐ、はあ、また野外飯やりたいと思います。その時までまたよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。では。